二つの湖の総称。川は北から流れ、西へ曲がり大西洋に注ぐ。水路は全体がファーマナ県に属する。湖南部は川上流とされて上アーン湖と名付けられた。北側は下アーン湖である。二つの湖の間にエニスキレンの町がある。シャノンアーン水路と呼ばれる運河がシャノン川上流とアーン川の間に開け、 南西アイルランドのシャノン河口から水路を通り、大西洋へ航行可能である。アーンコは、アイルランドで特に美しい水路であることで知られる。一帯は、釣りとウォータースポーツで人気がある。広い草地そばに湖水が広がり、エニスキレンは2005年より、毎年、ウォータースキー世界選手権の開催地となっている。2007年には、プロのウェイクボードで県、ウェイクジャムが開催された。 カヌルも、アーン湖で楽しめる。興味深いことに、ファーマナ県は、ジャガイモ基金の際、他県よりも状況が良かった。県内に、多くの島があり、周囲を水で囲まれていたことから、ジャガイモ腰が襲って、来なかったのである。アーン湖内の島々は、同時期の本土で、ジャガイモが枯渇したのに比較して、驚くべき量のジャガイモを収穫した。 2013年6月17.18日に第39回主要国首脳会議が湖岸で開催された。湖には多くの島と半島がある。シモアアンコにあるのは、ボア、クリニッシミン、クレビニッシュゴーイ、クルニニッシュ、デベニッシュ、イリー、ホース、イニッシュドーネー、イニッシュフバー、イニッシュロファ、イニッシュ、モア、イニッシュマックセーント、イニッシュマキル、ラスティ、 ベッグ、ラスティ、モア、ホワイトの島々である。ウエアンコには、ブリニッシュ、デーニッシュ、イニッシュコルキシ、イニッシュクレブン、イニッシュフェンドラ、イニッシュリーグ、イニッシュルート、イニッシュツーク、キリゴアン、ナーン、トラニッシュの島がある。島のいくつかは私有であり、時には売りに出される。2007年、イニッシュツーク島が69万5000ポンドで売りに出された。 ありがとうございます。